はい、深海魚ハンターの西野山です。本日もこの室内から報告動画を撮っていきたいと思います。ということで、今回日本記録に新たに認定された深海魚がいるということで、今回はその認定報告動画となっております。はい、ということで今回認定された認定証がこちらです。はい、鬼ひげの1キロですね。はい、これまでやっぱり僕が日本記録を、こちらの鬼ひげの日本記録を持っていたんですが、またさらにそれを上回る日本記録ということで、新しく日本記録認定証が届きました。はい、前回はと言いますと、鬼ひげ 950g ということで日本記録世界記録に認定されていたんですけど、今回は 1kg ということでタイ記録ということで、新たに鬼ひげタイトルホルダーになりました。はい、こちらですね、水深がだいたい 1000m の、ベニア湖大阪3個目抜けの、はい、狙ってる海域なんですけど、そちらで今回は鬼ひげの大物をすることができて、ようやくこの大台の1キロに乗りましたね。はい、なかなか、鬼ひげ釣るのも 1000m という深海なんで大変なんですけれども、その、過酷な釣りの中で、これまで、300g、400g、500g、700g、はい、一番最初の鬼ひげの世界記録に認定されたのが 700g の個体でして、その際に一緒に同船した方が、鬼ひげの頭だけ上がってくるという、はい、深海でおそらく何かに食われてしまって、はい、頭だけ上がってきたっていうことがあったんですけど、その頭の大きさからすると、その当時の 700g の、はい、記録に認定されたものよりも圧倒的に大きい頭頭部だったんですよね。はい、なのでこれはまだまだ上が狙えるなという予想をつけて、日々鬼ひげの記録のさらなるアップを狙いつつ、深海 1000m に挑んでいたんですけど、この度そうですね、 950g で2回目の更新になり、3回目の 1kg で、はい、950g がタイ記録なんですけど、はい、また鬼ひげで日本記録を取ることができました。はい、ということで日本記録に認定されたということで、今後世界記録にも申請ということになります。はい、こちらですね、いつもと同じように深海胴付き仕掛けの2本針ですね。でこちら餌がスルメイカの短冊ですね。はい、大きめに切った短冊を使用して釣ったものなんですけど、やっぱ底だらの仲間なんで、結構海底の底の方にやっぱりいる深海魚なので、中重りもつけて深海にも這わせた状態ですね。海底がちょうどここが海底です。重り、一番下の重りがあって、中重り、上の重りがあって、その間に枝張りが2本出てるということですね。はい、ほぼもう海底ベタ底ぐらいの、はい、狙い方で釣った鬼ひげとなります。はい、こちらもまた葉山マリーナさんからレンタルボートを借りて自分で操船して、はい、真鶴沖ですね。はい、今回も真鶴沖の深海 1000m で記録を更新することができました。2023年になって一発目の記録魚ですね。はい、ちなみにこちら1月12日に釣ったものなんですけど、この時は23年の深海2回目の釣行で、いきなり日本記録世界記録相当の魚を釣ることができたということで、個人的にも2023年もいいスタートダッシュになったんではないかなと思っております。はい、こちら自分の記録を抜いたということで、世界記録の数自体は、新しく増加ということではないんですけど、はい、またさらなる上の個体を目指して、1キロにとどまらず、さらに記録向上を狙っていきたいなと思っておりますので、応援よろしくお願いします。もう何メーターでも手巻きでいっていきたいと思います。はい、ということで今回は深海魚鬼ひげですね。はい、500-600m の普通の深海、一般的な中深海、深海釣りで釣れる東人っていう深海魚がいるんですけど、こちらに非常に似ているフォルムをしていまして、糞ですね、鼻先の下面ですね、下側の面に鱗があるのが東人で、なく皮弁のようなものが
はい、あるのがおにひげというふうに見分けております。ただこのソコダラの仲間まだまだ種類がいっぱいいるので、他の種類との見極めとなるとまた新たな要素、発光器などの新たな要素を見なくてはいけないんですけど、基本的にはおにひげとトウチンだけもうその場でパッと見分けるとしたらそこが一番簡単かなと思います。はい、ただまたあの鱗があるものでまた別違う種類だとか、皮弁があるので違う種類だとかいると思いますので、そちらの仕分けはいつも家に帰って詳細にやっております。はい、まずはおにひげかそうではないかを、はい、まず判断して、まあ、重さを測って、まあ、暫定的に記録か記録じゃないかっていうのを判断しております。はい、ということで今回はおにひげの日本記録認定報告動画ということでお伝えしてまいりました。はい、ということでまた記録魚釣ったのかと思った方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。